ニオブ。ニオブは原子番号41元素記号 NB の元素である。柔らかく灰色で結晶質の塩性のある繊維金属であり、パイロクロアやコルンブイシュといった鉱物としてしばしば産出し、校舎に由来してかつてはコロンビウムと呼ばれていたこともあった。ニオブという名前はギリシア神話に由来し、タンタルの語源となった。 タンタロスの娘であるニオベイから来ている。この名前はタンタルとニオブが物理的、科学的に非常によく似ており、区別をつけづらいという特徴を反映したものである。イングランドの科学者、チャールズ・ハチェットが1801年にタンタルに似た新元素を報告し、コロンビウムと名付けた。1809年にやはりイングランドの科学者、ウィリアム・ウォラストンが誤ってタ,ンタルと コロンビウムは同じものであると結論付けた。ドイツの科学者ハインリヒローゼは1846年にタンタルの鉱石にはもう一つの元素を含んでいると判断し、これにニオブという名前をつけた。1864年及び1865年に一連の科学的発見によりニオブとかつてコロンビウムと呼ばれていたものは同じ元素であることが明らかになり、 それから一世紀ほどの間にわたって、ニオブとコロンビウムという名前はどちらも同じものを指す言葉として使われてきた。1949年にニオブという名前が公式にこの元素の名前として採用されたが、その後もアメリカ合衆国では、工業の分野において依然としてコロンビウムという名前が残っている。ニオブが商業的に初めて利用されたのは20世紀初めに、 なってからであった。ニオブ及びニオブと鉄の合金60から70%がニオブであるの最大生産国はブラジルである。ニオブは主に合金として用いられガスのパイプラインなどに用いられる特殊合金が最大の用途である。こうした合金は最大でも0.1%程度のニオブを含有するだけであるがこのわずかなニオブにより鋼鉄の強度を増大させる。 ニオブを含む超合金の温度安定性の高さから、ジェットエンジンやロケットエンジンといった用途が重要である。ニオブは様々な超電導材料に用いられる。こうした超電導合金は、チタンやスズも含むものが、核気共鳴画像法、MRI の超電導電磁石に広く用いられている。ニオブのその他の用途として、溶接、原子力産業、電子、光学、 貨幣、宝飾といったものがある。貨幣と宝飾の用途では、毒性が低いことと、陽極酸化処理により虹色を呈することが非常に望ましい特性として利用されている。ニオブは、イングランドの科学者、チャールズ・ハチェットにより、1801年に発見された。ハチェットは、1734年にジョン・ウィンス・ロップが、イングランドに、 アメリカ合衆国のコネチカット州からあったサンプルの鉱物から新元素を発見し、アメリカ合衆国の私的な名前であるコロンビアにちなみ、この鉱物をコルンブイし、新しい元素をコロンビウムと名付けた。ハチェットが発見したコロンビウムは、おそらく新元素とタンタルの混合物であったと思われる。その後、コロンビウムとそれによく似たタンタルの違いについて、かなりの混乱があった。 1809年にイングランドの科学者ウィリアム・オーラストーンはコロンビウムの酸化物であるコロンブ石密度 5.918gcm とタンタルの酸化物であるタンタル石の密度 8gcm 以上を比較し密度がかなり違うにもかかわらずこの2つの酸化物は同じものであると結論付けタンタルの方の名前を採用したこの結論に対し 1846年に、ドイツの科学者、ハインリヒローゼは異論を唱え、タンタル石には、さらに二つの異なる元素が含まれていると主張して、タンタロスの子供にちなんで、ニオベーからニオブ、ペロプスから、ペロピウムと名付けた。こうした混乱は、タンタルとニオブの間の観測された際が非常に小さいことから生じていた。新しい元素だとされたペロピウム、イルメニウム、 ダイアニウムといったものは、実際には、ニオブか、または、ニオブとタンタルの混合物であった。タンタルとニオブの際は、1864年にやらが、はっきりと示し、1864年にはがいくつかの化合物の構造式を決定し、最終的に、スイスの科学者、ジャンマ・リニャックが1866年に、含まれている元素は2種類だけであることを証明した。しかし、 イルメニウムという元素に関する記事は1871年まで残っている。マリニャックは1864年に水素雰囲気中でニオブの塩化物を熱して還元することにより始めてニオブの金属形態を得た。マリニャックは1866年にはタンタルを含まないニオブを大規模に得ること成功していたがニオブが初めて商業的な用途に用いられたのは 20世紀初めになってからのことで白熱電球のフィラメントとして用いられた。しかしこのニオブの用途はより高い有点を持つタングステンによってすぐに代替され時代遅れのものとなってしまった。鋼鉄の強度をニオブが改善することは1920年代になって初めて発見さ、それ以来この用途が最大の用途であり続けている。1961年に アメリカの物理学者、ユージーン・クンツラー・トベル研究所の共同研究者らは、が、大きな電流や強い磁場の中でも、超電導を維持できると発見し、強力な磁石や、大出力電気機械に必要とされる、大きな電流や磁束に耐えられる初めての材料となった。この発見により20年後、回転機や粒子加速機、粒子検知機といった用途に用いられる。 大規模で強力な電磁石用のコイルを製作できる長い巻線を製造できるようになった。コロンビウム元素記号 CB は1801年に初めてニオブが発見された際にハチェットが与えた名前であった。この名前は発見に用いられた鉱石標本がアメリカ、コロンビアから送られた子にちなんだものであった。アメリカの論文誌ではこの名前が使われ続け、 アメリカ科学会がコロンビウムという名前をタイトルに含む最後の論文を公表したのは1953年のことであった。一方ヨーロッパではニオブという名前が使われていた。この混乱を終わらせるために1949年にアムステルガムで開かれた第15回科学連合会議において41番元素の名前としてニオブが選択された。歴史的には コロンビウムという名前の方が先に用いられていたにも、かかわらず、この翌年、100年間にわたる論争を経て、国際純正、応用科学連合、IUPAC により正式に、ニオブという名前が採択さた。これはある種の妥協であり、IUPAC は、ウォルフラムという名前より、北、アメリカで使用されているタングステンという名前を採用した代わりに、 コロンビウムという名前よりヨーロッパで使いされているニオブという名前を採用したアメリカ合衆国の多くの科学関連組織や政府組織では公式の IUPAC 名を使用しているが一部の夜勤関係者や金属関連組織では依然としてアメリカの名であるコロンビウムを使っているニオブは光沢のある灰色で天然性があり常時性を持った周期表の 第5族に属する金属であり、災害核電子の配置は、第5族としては変則的なものである。これは、周期表情金棒にあるルテニウム44、ロジウム45、パラジウム46などに共通である。絶対0度から有点まで、耐震立方合子構造をとると考えられているものの、三結晶軸に沿った熱膨張の高解像度測定によれば、 立法構造とは矛盾する、違法性があることを明らかにしている。そのため、この分野でのさらなる研究と発見が期待されている。ニオブはごく低温において、超電導になる。大気圧では、元素の超電導体としては最も高い、臨界温度である9 2ケルビンで超電導となる。ニオブは、すべての元素の中で最大の磁場侵入帳を持つ。これに加えて、 バナジウムテクネチウムと並んで3つだけ存在する元素の第2種超伝導体でもある。超伝導特性は金属ニオブの純水度に強く依存している。非常に純度が高い金属ニオブは比較的柔らかく転園性があるが不純物の存在により硬くなる。金属ニオブは熱中性後の捕獲段面積が小さい。そのため原子力産業において 中性子に透過的な構造が必要な場合に用いられる。ニオブは室温で長期間空気にさらされると青みがかった色を呈する。元素としては高い融点、摂氏2468度を持つにもかかわらず、他のに比べると密度が小さい。また腐食耐性が高く超電導特性があり、有電酸化物層を形成する。ニオブは 原子番号が一つ小さいジルコニウムに比べると、わずかに陽性度が小さくよりコンパクトであるが、一方重いタンタルと比べると、の結果ほとんど同じ大きさである。結果として、ニオブの科学的特性は周期表情で、ニオブの直下にあるタンタルととてもよく似ている。ニオブの腐食体性はタンタルほど優れているわけではないが、価格が安く豊富に入手可能であることから、 化学工場におけるタンクの打ち張りなど、あまり厳しい要求ではない用途にはニオブが向いている。地球の近くに含まれるニオブの安定同位体は NB のみである。2003年までに少なくとも32の放射性同位体が合成されており、その原子量は81から113に及ぶ。放射性同位体の中で最も安定なものは NB で、 その半減期は3470万年に達する。不安定な同位体としては NB があり、その推定半減期は30ミリ秒である。安定同位体の NB より軽い同位体は要、電子放出で崩壊する傾向にあり、安定同位体より重い同位体は、β 崩壊をする傾向にあるが、NB、NB、NB は、遅延用紙放出の崩壊系列を持ち、NB は、 電子捕獲と非電子放出し、NB は陽電子放出と β 崩壊の両方の崩壊をするという例外がある。少なくとも25種類の核異生体が確認されており、その原子量は84から104に及ぶ。この範囲で NB、NB、NB は核異生体を持たない。ニオブの核異生体の中で最も安定なものは NB で、 半減期16.13年を持つ。最も不安定な核異生態は NB で半減期103ナノ秒を持つ。ニオブの核異生態はすべて核異生態手にまたは β 崩壊で崩壊するが、例外として NB は電子捕獲という系列を持つ。ニオブは多くの点でタンタルやジルコニウムに類似している。高温ではほとんどの非金属と反応する。 フッ素とは、室温で、塩素及び水素とは、摂氏200度で、窒素とは、摂氏400度で反応し、得られる化合物は、多くが、侵入型で不定比である。大気中では、摂氏200度で酸化し始める。大水、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸など、アルカリや酸による腐食に耐える。フッ化水素酸及び、フッ化水素酸と硝酸の混合物には腐食される。 2オブの酸化数はプラス5からマイナス1までの全てを取り得るが、2オブの化合物のほとんどでは、2オブの酸化数はプラス5を取る。特徴として、プラス5より小さな酸化数を取る。化合物では、2オブマイナス2オブ結合を示す。2オブの酸化物は、酸化数プラス5、無謀、プラス4、無謀、プラス3、そして珍しい酸化数としてプラス2、無謀がある。 最も一般的な酸化物は五酸化ニオブで、ほとんどのニオブの化合物や合金の栓具体となる。ニオブ酸中は、5酸化物を水酸化物イオンの溶液に溶かすか、アルカリ金属の酸化物に溶液させることで得られる。例として、ニオブ酸、リチウム、リンボウやニオブ酸、ランタン、ランボウがある。ニオブ酸、リチウムは三角形に歪められた、ペロブスカイト構造のような構造で、 一方、ニオブ酸ランタンは孤立したイオンを持つ。相乗の硫化ニオブ、NBS も知られている。摂氏350度以上でを熱分解して、化学基礎成長、または原子相対積により、酸化ニオブの薄膜で材料をコーティングすることができる。ニオブは、酸化数プラス5及びプラス4で、様々な不定非化合物として、ハロゲン化物を形成する。 五ハロゲンカニオブは八面体の中心にニオブが配置される構造を特徴とする。五フカニオブ NBF は有点が摂氏79度の白い個体である。NBCL は有点が摂氏203.4度の黄色い個体である。どちらも加水分解されて酸化物、またはウンボクルのようなオキシハロゲン化物を与え。五塩化ニオブは二塩化ニオボセン。 このような有機金属化合物を生成するために使われる多様との主役である。4ハロゲン化物は NBNB 結合を有する暗色のポリマーであり、例えば黒く吸湿性のある NBF や茶色の NBCL がある。2オブのハロゲン化物の影ンは5ハロゲン化物のルイスの酸性度も部分的に手伝ってよく知られている。最も重要なものは NBF で、 鉱石からニオブとタンタルを分離する過程のトブ質である。この7フッカモノはタンタル化合物よりも容易にオキソペンタフルオライドを形成する傾向がある。その他のハロゲン化物の作体としては8面体上の NBGL などがある。原子番号の小さな他の金属と同様に多くの還元ハロゲン化物のクラスターアイオンが知られており、主な例としては NBGL がある。 他に二元化合物として低温で超伝導体となり、また赤外線検知器として用いられる窒化ニオブ、NBN がある。主なは NBC で非常に硬く耐熱性のあるセラミックス材料であり、商業的には切削加工のバイトに用いられる。ニオブは地球の地殻における存在量で34番目の元素であるとされており、 およそ 20ppm 含まれているとされる。地球全体での存在度は、より大きいと考えているものもおり、ニオブの高い密度のために、地球のコアに濃縮されているとしている。ニオブの単体は、自然界では発見されておらず、他の元素と化合して、鉱物中に含まれている。ニオブを含む鉱物は、タンタルも含んでいることが多い。例えば、コルン v シ f e m n nb, tao やコルタン fe, mn, ta, nb, o といったものがある。コルンブイシ、タンタルイシといった鉱物、最も一般的な種類は、コルンブイシから fe, または、タンタルイシ fe は、ペグマタイトの肝乳やアルカリ性肝乳岩の、随伴鉱物として見つかることが最も差は、カルシウム、ウラン、土類元素といったものの二オブサンジオとしても見つかる。 こうしたニオブサンジオの例としては、パイロクロア、NA,CNO,OH,F、現在ではグループに与えられた名前となっており、その中で一般的なものは、フルオロカルシオパイクロア、正確には、ユークセン医師から、y、Y,Y,CA,CE,U,TH,NB,TA,TIO といったものがある。ニオブの大規模な鉱脈は、 パイロクロアの構成物として、カーボナタイと炭酸塩計算需要化ナリーワに関連して発見される。現時点で採掘されているパイロクロアの3大交渉は、2つがブラジルに、1つがカナダにあり、どれも1950年代に発見され、なおもニオブ鉱石の主な供給源となっている。最大の交渉は、ブラジルのミナスジェライス州にあり、 カーボナタイとの貫入物に随伴したもので CBMM、ブラジルや金工業会社が保有している。もう一つのブラジルの採掘中交渉はゴイアス州カタラン金鉱にあり、やはりカーボナタイと貫入物に伴うものでが保有している。これら二つの交渉で世界全体の供給のおよそ88%を生産している。ブラジルには他にもアマゾナス州金工に大規模だが、 ミサイクツの交渉があり、ロライマ州にあるものなど、より小規模な交渉もいくつかある。ニオブの3番目の供給源は、カナダのケベック州近郊にあるニオベック鉱山で、やはりカーボナタイトに伴うもので、マグリスリソーシズが保有している。この鉱山では、世界全体の供給の7%から10%程度を生産している。他の鉱石の分離処理を行うと、 タンタル、コサンカタンタルタオと、ニオブ、コサンカニオブンボウの酸化物の混合物が得られる。抽出処理の最初の段階は、この酸化物を、フッ水素酸と反応させることである。ジャンマリニャックが開発した、最初の工業的分離処理では、ニオブのフッ物の削体、フッニオブ酸、カリブムイスイアイモノ系ノーウィッキー、ノーウィッキーインバーフノーウィッキー、ノーウィッキーホト、 タンタル復化物の作体、復化タンタル酸カリウム系ノーウィッキー、ノーウィッキータフノーウィッキー、ノーウィッキーの水への溶解度の差を利用していた。新しい処理方法では、復化物を水溶液からシクロヘキサノンのような有機溶媒へ取り出す、液液抽出を利用する。ニオブとタンタルの復化物の作体は、この有機溶媒から水に別々に抽出され、復化カリウムを加えて、 フ化カリウムの錯体を形成して沈殿させるか、アンモニアを加えての酸化物として沈殿させる。または、還元して、金属にオブを得る方法としてはいくつかのものがある。フッ化にオブ酸カリウム系ノーウィッキー、ノーウィッキーインバーフノーウィッキー、ノーウィッキーと塩化ナトリウムの溶融樹を電気分解する方法、ナトリウムを使って、フッ化物を還元する方法などがある。 この方法では、比較的高い純度のニオブを得ることができる。大規模な生産では、五酸化ニオブ分母は水素、または炭素を用いて還元される。では、鉄の酸化物とニオブの酸化物の混合物を、アルミニウムと反応させる。この反応を促進させるために、硝酸ナトリウムのような少量の酸化剤が添加される。得られるのは酸化アルミニウムと製鉄に用いられる鉄と、 ニオブの合金であるである。フェロニオブは60から70%のニオブを含む。酸化鉄なしではアルミノテールミット反応はニオブの生産にも用いられる。超電導合金の水準に達するためには、さらなる精錬が必要である。ニオブの2大供給業者が用いている方法は、真空化でのである。2013年現在、ブラジルの CBM ウェが、 世界のニオブ生産の85%を占める。アメリカ地質調査所は、ニオブの生産量は2005年の38,700トンから2006年の44,500トンへと増加したと推定している。世界のニオブ主原量は440万トンであると推計されている。1995年から2005年までの10年間では、 生産量は1995年の17,800トンから2倍以上に増加している。2009年から2011年まで年間生産量は6万3,000トンでほぼ安定していたが2012年には5万トンへと減少した。マラウイのケニカ鉱脈にもいくらか発見されている。2006年に生産されたニオブ4万4,500トンのうち 推定で90%は高級構造用鋼鉄の生産に用いられた。二番目の用途は超合金の生産である。ニオブ合金による超電動体や電気部品などでのニオブ消費は世界のニオブ総生産量のほんのわずかな部分を占めるに過ぎない。ニオブは鋼鉄に少量を添加して性質改善を行うを行う上で有用な材料であり。 鋼材内では単化ニオブや窒化ニオブを形成する。こうした化合物は再流化を改善し、再結晶化と積質効果を遅らせる。こうした効果により、高度、強度、成形性、溶接性などを改善する。マイクロアロイを実施したステンレス鋼に含まれるニオブは少ないが0.1%以下、現代の自動車に構造上広く用いられている、高調力鋼にとって、 重要な添加剤である。同様のニオブ合金は、パイプラインの建設にも用いられる。多くのニオブが、ニッケル、コバルト、鉄をベースとした、超合金に用いられており、その含有比率は6.5%にも達する。ジェットエンジン部品、ガスタービン、ロケット部品、ターボチャージャー装置、耐熱部品、燃焼設備などに用いられる。ニオブは超合金の粒状組織内において、 ガンマノーウィッキー、ノーウィッキー症の効果を促進する。超合金の一例として、インコネル718があり、概ね50%のニッケル、18.6%のクロム、18.5%の鉄、5%のニオブ、3.1%のモリブデン、0.9%のチタン、そして0.4%のアルミニウムで構成されている。こうした、 超合金は例えば、ジェミニ計画における先進的な機体システムなどで、用られた。ニオブの合金は他に、アポロシレー、機械船のノズルにも用いられた。ニオブは、摂氏400度以上になると酸化されるため、こうした用途では、合金が脆くならないように保護コーティングが、必ずとなる。C-103 合金は1960年代初頭にと、 ボーイングが共同で開発した。デュポン、ユニオンカーバイド、ゼネラルエレクトリック多数社が、冷戦と宇宙開発競争を背景としてを同時期に開発していた。89%のニオブ、10%のハフニウム、1%のチタンで構成されており、アポロ月着陸船のメインエンジンなど、液体燃料ロケットのスラスターのツルに使われている。スペース X が、 ファルコン九の上段用に開発したマーリンバキュームシリーズのロケットエンジンのノズルはニオブ合金で作られている。ニオブは酸素との反応性のため真空中または不活性気体中で加工する必要があり生産の費用と難度を大きく上げる原因となっている。当時新規開発されていたまたはによりニオブやその他反応性の高い金属に関する開発が可能となった。 C-103 合金を開発したプロジェクトは1959年に始まり、ボタン状の金属を溶かして板金に圧縁できる256モノ C シリーズ、おそらくコロンビウムの頭文字に由来するの、試作に呼ぶ合金を開発した。ワーちゃんは原子力用汁カロイを生成する過程で得られたハフニウムを在庫しており、これを商業用に利用したいと考えていた。 C シリーズ合金で103番目に試したニオブ89%、ハフニウム10%、チタン1%の組み合わせが、成形性と高温特性の点で最適であった。ワーちゃんは1961年に、真空アーク妖怪及び電子ビーム妖怪を用いて、最初の C-103 合金500ポンド、約 225kg を製造し、インゴットから板金にした。 意図されていた用途は、ガスタービンエンジンや液体金属用、熱交換器であった。当時 C-103 に競合していた、ニオブ合金としては、ファンスティールや金製の FS85、ニオブ61%、タングステン10%、タンタル28%、ジルコニウム1%、ワーチャン及びボーイング製 CB129Y、ニオブ79.8%、 タングステン10%、ハフニウム10%、イットリウム0.2%、ユニオンカーバイド製 CB752、ニオブ87.5%、タングステン10%、ジルコニウム2.5%、およびスペリアチューブ製のニオブ99%、ジルコニウム1%合金であった。などの合金は、として、ワイヤーにして、 超伝導電磁石を作るために用いられる。こうした超伝導電磁石は、核磁気共鳴画像法、MRI、核磁気共鳴、NMR 装置、加速器といった用途に用いられる。例えば、大型ハドロン衝突型加速器には600トンの超伝導燃線が用いられており、ITER、国際熱核融合実験炉には推定で600トンの ニオブスズの年線と250とのニオブチタンの年線が用いられている。1992年だけでニオブチタンの巻線を使った病院用の MRI 装置がアメリカドルにして10億ドル以上製造された。自由電子レーザーの中止されたテスラ線形加速器プロジェクトの成果やに用いられている空洞は純粋なニオブで作られている。 フェルミ国立加速器研究所のチームは同じフラッシュプロジェクトに由来する超電動加速技術を利用して純粋なニオブ製の 1.3GHz キューセル超電動加速空洞を開発した。この装置は国際リニアコライダーの 30km に及ぶ線形加速器でも用いられることになっている。同じ技術は SLAC 国立加速器研究所の LCLSE 計画。 フェルミ研究所の PIPE 計画でも用いられることになっている。超電導窒化にオーブで作られたボロメータは高い感度を持っており、テラヘルツ周波数帯におけるの理想的な検知器である。この検知器は南極展望遠鏡、レシーバーポンドテレスコープなどで試験され、ハーシェル宇宙望遠鏡に搭載されて、ハイァイ観測機器に用いられた。 強油電体であるニオブサンリチウムは、携帯電話、表面断性派デバイスの製造などに広く、用いられている。タンタルサンリチウムやチタンサンバリウムなどと同じように、ペロブスカイト構造をとる、共有電体に属する。は、この代替となりうるが、依然として、タンタルコンデンサが、支配的である。高い屈折率を持つガラスを製造するために、ニオブが添加され、 メガネのレンズを薄く軽くすることができる。ニオブ及びニオブの合金は、生理学的に、不可視性でアレルギーを起こしにくい。このため、人工装具や心臓ペースメーカーのような、埋め込みデバイスに用いられる。水酸化ナトリウムで処理したニオブは、多孔質層を形成し、オッセオインテグレーション、骨と金属の接合に資する。チタン、タンタル、アルミニウムなどと同様に、 ニオブは熱して、陽極酸化処理をすることができ、多彩な玉虫色を呈して、放食用にすることができ、アレルギーを起こしにくい性質は、この点でもこのまいものとなっている。ニオブは、記念硬貨において、銀や金などと共に貴金属として利用される。例えば、オーストリアは、銀とニオブのユーロ硬貨のシリーズを2003年から開始し、その色は、陽極酸化処理による、 薄い酸化層が光を解説して呈したものである。2012年には、硬貨の中央に青、緑、茶、紫、木など様々な色を呈する10種類の硬貨が入手可能であった。さらに、2004年のオーストリアの25ユーロゼメリング、鉄道150周年記念硬貨、2006年のオーストリアの25ユーロヨーロッパ即位衛星、ガリレオ記念硬貨がある。 オーストリアの造幣局は2004年開始の同様の硬貨シリーズをラトビア向けに製造しており2007年にも一種類発行した2011年にはカナダ造幣局が5ドルのスターリングシルバーとニオブのハタズムーンという名前の硬貨を製造開始しニオブは選択的に参加されているため同じ硬貨が2つとないような独特の仕上げとなっている ナトリウムランプの高圧発光管の密封材はニオブで作られており、場合によっては1%のジルコニウムを含んだ合金となっている。発光管は動作中のランプ内に含まれる熱い液体ナトリウムや、気体ナトリウムによる化学的な反応や還元に耐えられる半透明材料となる、焼結されたアルミナのセラミックスで作られ、ニオブは これと非常によく似た熱膨張係数を持っている。ニオブはある種の安定化ステンレスコーに対するアーク溶接用の溶接棒として使われ、またある種の水タンクにおける仮想度防食システムの溶極側に用いられる。この際、タンクは通常白金でメッキされる。ニオブはプロパンの選択的酸化によりアクリル酸を生産する際に用いられる。 高性能で不均一な触媒の重要な構成要素となる。太陽探査機のパーカーソーラープローブの頃が微粒子捕獲モジュールの高電圧ワイヤを作成するためにニオブが用いられている。ニオブには生物学的な役割が見つかっていない。ニオブの細粉は目や肌に対する刺激物であり、また火災の危険もある。一方でより大きなサイズの塊であれば、 科学的に比較的安定で生体に対しても不活性である。また、生体に対してアレルギー反応を誘発しにくい。宝飾品によく用いられ、またある種の医学用の埋め込み物、インプラントの施策もさてきた。多くの人にとって、ニオブを含む化合物に接することは稀であるが、毒性のあるものもあり注意して取り扱う必要がある。 水溶性の化学物質であるニオブサンジオや塩化ニオブについて短期及び長期の曝露がラットで実験されている。塩化ニオブまたはニオブサンジオを単回投与されたラットの半数値資料 LD は10から 100mgkg であった。蛍光投与では毒性はより弱くラットに対する実験では7日経過後の LD は 940mgkg であった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。